今から女の子撮影し に行きますわ。そうするとね、例えばね、夜12時ごろのグラマーな姉ちゃん歩いて、結構夜はね、一つ思い出した。心斎橋にね、俺夜こういう行動するから、朝方電車乗ったんですわ。ほたグラマーなキャバクラの姉ちゃん2人、40ぐらいの俺の好みのタイプ2人おって、頭こう、まあ、ぐるーっとしてしたね。だから今からの、スマホで写真撮り行きますわ。ほんで、スケボーちょっと どんなやつやっとるかと思って。まあ、それがひらめきました。今何時かなと。じゃあ。ほんで、俺変わっとるでしょ。家で Wi-Fi も取れんことない生活保護で11万だからね。外付け Wi-Fi も無理したら取れるけども、その無理っていうのはね、結構ね、昔は4500円で思わなかったけど、この頃借金任せとるからね、4500円でも痛いから、今、米コミュニケーションの前、電話とね、電話と、なんや、家の Wi-Fi と、それと外付け Wi-Fi、それだけでもテレビとね、1万円してやったけど、とにかく9000やめたんですわ。それで楽になってね、だからそれ9000払った時、左時はもう電話機3台、2台か、3台持っとった。その時は1万5000、それでも払っとるからね。言うて、ちょっと写真撮り行くわ。おしっこもしたいし。おしっこ言うけどね、まあ、ええこと教えるわ。要は介護士が来て、ぼちぼちおしっこ行きたいと言うからね、高島のこの言うとったらさ、皇室みたいな言葉のええとこの、お花を摘みに行きますだって。皆さん覚えとき、お花を摘みに、ちょっとお花を摘みに行ってまいりますって言ったら、おしっこ、だからこの介護士がおしっこ言うより、お花を、それ覚えてね、ちょっとお花の時間とか言い出すよね。ええこと教えたけど、お花の時間ですわ。今、ほんと、わしもお花の時間。皆さん、お花で行きましょう。ね。花まんこっちこも、ちょっと言うたらええけど、花まんこっちこともあるんだね。ほんで、もう一つ面白い話よ。精子ってね、あれ興奮するらしいですわ。もう一つ話するわ。精子をね、鼻にこう入れるとそうですよ。匂うと、そうそう。私、精子の匂い嗅いだら興奮するって女の子言ってました。それとね、もう一つ面白い話。女のおしっこってあるでしょ。キリンがしょんべんのもいいけど、俺ね、一回ね、ようテレビでしょんべんとか言って、当たるとか。しょんべん飲んだことあるんですわ、男だからね。それは本能ですわ。こうしたらね、みんな聞いてくれる。心がね、麻薬屋とか静寂向かえた、静寂。で、二回目はもうあれやけどね、なんか心がふわーっとして静寂してね、最高やった。だから二回目はしょぼかった。だからあれ、もしあれ、なんとかタバコ作ろうと思ってね、ああいう木タバコ乾燥させて、あれ吸ったらね、ほー、もう心落ち着く。今からだから、お花を摘みに行ってまいりますと、カメラもある。だからぼちぼちスカウトのとこまで入ってんですよ、スカウト小中、ええとこまで来とるからね。まあそういう、スカンクがおるなときとまあ、イタチか、以上。